源さんのヒットやりました。それに行きましょう。やったー、やりました、県産ゲット。オッケー、紫色の、チャトですね。ネットお願いします。シャドウ、わすごい。はい、皆さんこんにちは、ご視聴ありがとうございます。ブルースカイフィッシング北です。今日はですね、バンコクの西、200キロにあります、カンチャナブリの、シーナカリンダムに来ています。はい、今日はここで天然のチャドウ釣りを、する予定です。はい、よろしくお願いします。はい、これシーナカリンダムですね。はい、ダム湖です。リザーバーですね。はい、釣り場に向かう前に、カフェリーに乗って車ごと移動します。はい、これ実は今の船の上なんですけども、はい、そうですね、ここから車が、陸から入ってきてですね、カフェリーに乗ってこれから釣り場へと向かいます。はい、じゃあよろしくお願いします。近くに着きました。なんですね、水上ロッジがたくさんあります。これ満水になるとこの辺水に埋まるんですね。はい、じゃあ行ってきます。今回のですね、カンチャナブリのシーナカリンコツアーを企画していただいたタイ人のトンさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、トンさんは、ずいぶん長い間ですね、日本で、お住みになってお仕事されていた方で、日本語がとても上手な方です。はい、すみません、よろしくお願いします。はい、今回ですね、このツアーを、企画に至ったのは、私の、所属する、タイ王国、釣り堀応援協会の会員さんで、いらっしゃいますユージさん、この方は、日本在住の方なんですけども、協会に、ご入会いただきまして、そのユージさんの、もう20年来のお付き合いのトンさん。はい、でトンさんがですね、今はタイにいらっしゃって、ツアーをですね、ツアー会社を、運営されております。はい、何という会社ですか？私の会社の名前は N2007 会社名です。はい、はい、お願いします。トンさんの、会社の、ご案内、それからトンさんへの、メッセージの連絡先はこちらの動画の概要欄をご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、どうもお願いします。はい、トンさん、例えばですね、日本から、旅行に来た方が、例えばこういうダム湖に釣りに行きたい、釣り堀に釣りに行きたいといった場合ですね、バンコクのホテルに、迎えに来ていただけるんでしょうか？はい、空港に迎え来て、あとがバンコク一泊泊まる方よろしいじゃないですか。はい、向こうの方からここまでは距離は260km ですけど、はい、山から、はい、まず時間かかるは4時間半くらいかかります。はい、よろしくお願いします。はい、こういうですね、長距離のですね、ツアーをですね、日本人だけでやろうとするとなかなか難しい面があります。言葉の面であったり、いろいろな、ローカルルールであったり、でそういうこともトンさんがですね、いろいろ詳しく事前に調べていただいて、スムースにこうツアーを、運営していただけます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はいはい、じゃあ皆さんもですね、タイで、トンさんと一緒に楽しい釣りをお楽しみください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、これ
ね。はい、今日はこの船でお世話になります。はい、それでは出船します。タイの、バンコクの西、200キロにあります、カンチャナブリの、シーナカリンダムです。これから、チャドー釣りに行きます。はい、ポイントに近づいたようです。オッケーマイカ。じゃあ実況開始します。結構深そうですね。水温26度ぐらいですかね、これ。さあ来い、さあ来い。はい、実は今ですね、バイトありました。この私のフロッグ改造バズベイトですね。これで今推定4キロぐらいのがバーンと出たんですけど、乗りませんでした。はい、まあ、これがチャド釣りの難しさですけど、頑張るしかないです。はい、じゃあ引き続き投げていきます。ケンさんも数回今バイトありました。私も一発、はい、なんとか魚の顔を見たいんですが、頑張ります。はい、雨が止んで日が出てきました。現在の刻13時30分。実況開始から、40分で、ケンさん3バイト、北1バイト。活性が高い感じだと思います。はい、雨が降ってます。はいはい、thank you.
ネット、ネットダメか。ネット、ネット。ケンさんにヒット。やりました。それで行きましょう。ちょっと待ってくださいね。はい。ちょっと時間かけます。いいよ、ゆっくりで。ブラックチャド。いやー、やったやった。バズベイト。いけるかな？ちょっと待ってください。いいよ、ゆっくりでいいですよ、ゆっくりで、ゆっくりで。これで寄せます。はい。はい、いらっしゃい。やったー！やりました！ケンさんゲット。オッケー、どれぐらい3キロかな。はい、はい、紫色の、チャドですね。どれぐらいかね。はい、なかなかの、はい、やりました、ありがとうございます。はい、ルアーはリーバスの、はい、あ、ルアーはバズベイトじゃなくてスラッシュベイトみたいな。あ、はい、はい、結構あれですか、早く巻いたんですか。早巻きです。早巻きですか。早巻きで、はい、やりました。はい、OK。 はい、ありがとうございます。はい、コップンカップ。はい、バイバイ。はい、またね。よっしゃ、ありがとうございます。はい、今またバイトありました。今日5回目ですね。はい、これもですね、このフロッグ改造、フロッグ改造バズベイト、これ今日聞いてるんですが、なかなか乗ってくれません。頑張ります。さっきの結構大きかったですね。3キロ、4キロありそうだったな。お、なんかおるね。さっきのやつかな。食いやがれ。おおお、茶道でしょ。そう、カスプ。そう、カスプ。あれ、あれカスプなの。カスプ到来。我在楼坑楼坑。これ面白いな、釣りたいな。あ、ゴミが多い。なんか釣りたいな。どんな上を引いてくるかなんか。うん、来たか今。うん、フロッグにバイトしました。乗らなかったですけど、今2人でカスープ狙ってます。
かった。カスープ、カスープ。うわ、今ビデオに映ってると思うんですが、カスープバイトしましたが乗りませんでした。もう一回来ないかな。手ごわいなカスープ。ティニーポカティカスープユーチャメカポカティフォンぐらいフォン。ああフォン。かかか。乗らないのよ。今3回ものガバッと来たのに。カスピユ頼むから乗ってくれ。カスピユヤクマークヤクヤク。はい、このプラチョン用のフロッグに何回もバイトしてます。どうしたらいいのかな。そう、乗らない。はい、皆さんご覧いただけましたでしょうか。今のカスープがバイトしたんですが、やっぱり乗りません。難しい。どうしたらかけられるんだ。多分ね、トリプルフックのミノーとか投げれば釣れるんでしょうけど、寝掛かりしちゃうからな、ここ。はい、それでなかなかフックアップしないので、メガバスポップマックスにご登場いただきました。これでなんとかかけたいな。あの、お開けたところを狙って、乗らない。うわー、乗らない。たまいな、たまい、たまめだい。あー、今ポップマックスに激しくバイトしたんですが、フックアップしませんでした。いやー、なんかでも釣れるのは時間の問題のような気がするんですが、気を取り直して。ですね、今日泊まる宿ですね、水上ロッジです。はい、こういうロッジがここにはたくさんあります。あ、父さんがお出迎え。はい、はい、これがあの水上ロッジの部屋の中ですね。扇風機があって、はい、ここにですね、ベッドが2つあって寝るんですけど、そしてこっちにですね、トイレとシャワールーム、はい、はい、これで汗を流すことができます。
はようございます、2日目の朝を迎えました、今日もですねシーナカリンダム、遠征2日目、茶道釣り始めていきたいと思います。よろしくお願いします。現在の時刻6時30分ですね。朝の6時30分です。無風状態ですね。鏡のような湖面です。で今ポイントに向かっています。お、来た。一発目から来た。はい、開始一投目から来ました。何？カスープちゃいめか。うん。おそらく茶道ではなくてカスープと思われます。外れた。うわー外れた。うわー外れた。茶道ね。茶道かな今。茶道ね。うわーまたしても茶道外れました。はい。バズベイトこれデプスですね。デプスのバズベイトで投げたんですがかかって重さも伝わりましたがバレました。どう難しいな。まあ、気を取り直して投げてみます。なんかこう何の変哲もないポイントでもいますね。うん、そんなにこうね茂みが深いとかするんじゃないんだけど、合わせが弱かったか今の。はい、今ですね雨が強く降ってきたのでちょっと雨宿りです。この水上ハウスに、ちょっと上陸させてもらって雨宿りと食事をとります。いただきます。時間がもったいないのでちょっとカスープ狙ってみたいと思います。はい、私はこの TTT ルアーですね、根掛かり防止機構を備えた TTT ブラ、ルアーをちょっと試してみます。はい、これ使っちゃいます。じゃじゃーん
藻がいっぱいあるから。ヒット、あ、なんだろう、カスプかな。カスプだ。はい。はい。よっしゃ、はい、ケンさん、カスープゲット。これジグヘッドワームですか。そうですね、うん、カスープゲットしました。ミッションクリア。はい、雨の中カスープ釣りました。ルアーは、ジグヘッドの、ワームですね。はい、物の中を通してきてかかりました。はい、ありがとうございます。はい、再び TTT ルアーと投入します。はい、今藻が多いのでこれ使っています。皆さん絶好調。これもジグヘッドアームですか。そうですね、なんかいい引きで。オッケー。はい、私はジグヘッドワームがないのでスキッピングでやります。使いますか。あ、使っていいですか。おお、お、乗らんかった やっと私にもカスープ来ました。よいしょ、お願いします。お、いい引き。はい、ありがとうございます。よいしょ。はい、やっと私にも釣れました。カスープですね。私これ生まれて初めて釣る魚になります。コイ科の魚で、かなりアグレッシブな、フィッシュイーターです。これですね、2インチの、シャトテールワーム、3.5 グラムジグヘッドで釣りました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこれリリースします。はい、ありがとうございます。はい、はい、リリースします。はい、バイバイ、ありがとう。よいしょ、なんとかやりました。今ポイントを大移動して再び茶道釣り再開してます。2人ともバズベイトで、岸際に投げ込んで手前に引いてくると、これを繰り返してます。マイキン。四つ目は来ないか。
はい、今バイトあったんですけどバレてしまいました。はい、今使ってるのはこのデプスのバズベイトです。はい、これ昨日から何回もバイトあるんですが、乗らなかったり乗ってもバレたりしてます。じゃあ引き続き頑張ります。今日は2回も魚の重さを感じてるのにバラしてばっかりだ。あ、厳しいな。何？カスプ？あれ、今使ってるルアーはこれは？これさっきと同じ。あ、ジグヘッドワームですか？はい。あ、なるほど。ケンさんは今カスープ狙いに切り替えて、ちょうどのジグヘッドアームで再びカスープをゲットしています。はい、はい、ナイスキャッチです。あ、綺麗なカスープ。はい、再びケンさんゲット、カスープですね。はい、ありがとうございます。あ、なんかこのカスープ髪跡があるので、これ茶道にやられたんですかね。これどうかな。はい、こんな大きなカスープも茶道の餌になってるんですね。はい、ありがとうございました。はい、今ジグヘッドワームでカスープ狙ってます。お、ケンさんの今ヒット。2人ともさっきからバイトが連発してますが、お、ケンさんヒット。おお、瞬殺でしたね今。引きますよね。はい。あ。よっけ、ベガラ100杯だったよ。来た。あー、乗らないか。乗らないね。はい、今メガバスポップマックスにまたカスープバイトしましたが、乗りませんでした。あそこに流れ込みがありますね、右奥。あそこ多分いると思いますよ。ごめんなさい、カスープじゃない。カスープね。でも金ヤクヤクね。何度もバイトあるんですが、なかなかカスープ乗ってくれません。意外にむずいです。
ゃあまたポイント移動します。午前中ですね、早い時間帯は雨がすごかったんですけど、カラッと晴れまして、もう一日の中で目まぐるしく天候が変わっていきます。はい、じゃあ次のポイントいきます。はい、ここは遠浅のポイントですね。おっとっと、こういうところもいるんですかね。まあ、朝場が餌場になってるってことでしょうね、きっと。今まで何かがあったところ、全然雰囲気が違う。同じ湖でも場所によって全然顔が違いますね。面白いな。あの奥か、なるほど。はい、ポイント移動して再開しました。ここもそんなに深くないのかな。チャド、うわー、チャド今バイトしたんですが乗りませんでした。合わせもしたんですが乗りませんでした。こんなポイントにいるんですね。なんか何の変哲もないののぺーっとした場所なのに。ネットお願いします。はい、チャド、あ、でかっ、わ、すごい、あ、うわ、うわバレました。うわ、チャドまたバラした。うわ、いる、うわ、またバラした。しっかり、はい、今チャドバズベッドにバイトしてしっかりフッキングして追い合わせもしてがっちり食い込ましたはずなんですけど、バラしました。これがチャド釣りです。はあ、皆さんリベンジお願いします。片手を打ってください。お願いします。チャド、チャド、OK、ありがとうございます。やりました、2匹、ケンさん2匹目のチャドゲット。バズベイト、ウィーバスのバズベイトですね。ケンさん2匹目のチャド、はい、はい、これは早引きですか。そうですね、早引きです、はい、はい、来ました。現在時刻11時40分です。はい、かなり日は高いんですけども来ました。はい、じゃあ次行きましょう。はい、またポイントを移して再開しました。草が茂っていて、なんかいい感じのポイントです。
なんか出ました今。お、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 茶道だ。お、すごい。ケンさん3匹目茶道ゲット。はい、ケンさん3匹目茶道ゲットしました。はい、これもウィーバスの、バズーベイトでしたっけ。そうですね。はい、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 ありがとうございます。まだいそうな。うん。お、出ました？お、おや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 、エイトトラップ。へえ、おっと来ますね。サイズはさっきと同じぐらいですかね。結構大きいですね。おいおいおい、初日に使えてたな。サイズじゃないですか。はい。よっしゃー、ナイスキャッチ。はい、おめでとうございます。はい。何匹目でしょうか。たくさん釣っています、ケンさん。はい、カスープ。これトップウォーターですね。バズで釣ってます。お見事。結構引きましたね。そうですね、うん、チャドーかと思いましたか、ね、同じサイズのバスに比べてどうですか、引きは。バスより引くかもしれない、ね、バスより引く。おお、はい、お疲れ様でした。よいしょ。なんかこう無限にポイントがありますね。全部釣れそうです。全部釣れそうですけどね。1個のワンドで1回か2回チャンスがあるかみたいな。うん、まあそんなもんでしょうね。ワンコワンコ。
出た。茶道っすかね。茶道っぽかったですね。帰りはまたこのカーフェリーに乗って対岸に渡ってバンコクへと向かいます。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。よろしくお願いします。ステレオ消していただいていいですか。すいません。はい、あ、すいません。今ですね、ゾウさんが道路際に出てきました。ステレオ消していただいていいですか。すいません。はい、あ、すいません。今ですね、ゾウさんが道路際に出てきました。ゾウさん、ゾウさん、あ、ゾウさんだ。ゾウさんバイバイ。おお、初めて見た。ゾウさん見ちゃいました。